あの22の頃に MacSe っていうマッキントッシュですね最初の方の機種を買ってその頃80万円ぐらいしたんですけどなんか全部ローンって買いましたねで買ってそれから今58なんで足掛け36年ぐらい Mac をずっと使ってる感じですあの存在を知ったのはその2年ぐらい前だったんで まあもうちょっと長い。Mac 歴でいうと、もうちょっと長いんかな。でも、会社に入って Windows とか使ってたんで、あのー、まあ会社で経理とシステムの関係やってるんで、Windows はもう普通に使ってました。まあ、Mac を買った頃はまだ98が全盛で、なんか MS-DOS とかそんな時代だったんですけど、まあ、その後、今はもう Windows ですよね、ほんで、あのー、Mac もだんだん代替わりして、 今使ってるのがこの2015年に買った iMac です。iMac27 インチ 4K っていうやつで。あの、まあ、なかなかあの2015年ですからね、結構年季入ってるんですけど、もうキーボードもちょっとこれ年季入ってるかなと思うんですけど、まあそれについてたあのキーボードとマウスを使ってました。で、ただこの Apple のね、そのマウス、ちょっと気に入らんとこっていうのが、 これ、まあ、デザイン、まあ、先行型なんで、まあ、デザイン優先なんで、この、本来だったら普通のマウスについてるような、こういうスクロールホイールが付いてないから。なんで、まあ、一応機能はするんですけど、どうもこれ頼りないですね。で、たまに聞けへんかったりするし。で、これね、要本体とね、接続が途切れるんですよね。で、電池も要切れるし、ほんまに。 あの、なんて言うかな、品物としてはちょっと中途半端かなっていう感じですね。まあちょっと今電池入ってないですけど、これ電池式のやつで、最新版の、これ電池式まだいいんですけど、最新版の充電式のやつって、これ充電スタイル、ちょっと今、あの、ちょっと画像映しますけど、こんな感じですね。 なんか充電するときこれひっくり返ったなんか仮面みたいなてって思も全然この裏に刺してるから使われへんみたいな、まあ、ちょっとこのデザインはいくらなんでもないやろうみたいなことがあってまあたいこのキーボードもねあんまり気に入ってないっていうのは純正のキーボードはあんまり気に入ってないのはなんかこうちょっとベゼルが細すぎて これなんか持つ人のことあんま考えてないんちゃうかっていうことですね。まあこれについてはまた別に、別途話したいなと思いますけど。で、あのー、会社では割とそのロジクールのマウスって好きで、それで結構使ってたんですね。でもまあロジクールのマウス、やっぱりちょっと Apple 向きやないなっていうか Mac 向きやないなっていうこの動作とかね、違うなと思ってたんで、で Windows の方では MX レボリューションとか、MX1500 とかやったかな。1万円以上するようなマウスを買って使ってたりしたんですけど、最近では PC、M、最近では MXAnywhere2 やったかな。最近では MXAnywhere2 から始まって Anywhere3 に変えて使ってたんですね。もう で、ユニファイングじゃなくて、Bluetooth の接続にして、Bluetooth もね、ちょっと Windows の方はなんか不安定やったりするんですけど、最近まあそうでもなくなってきたんで、Windows の方も Bluetooth にして使ってたんですけど、そうすると、あのー、Mac 用っていうことで、この MXNU や3、4Mac っていう、この MXNU や3の Mac 用のやつが出たんですね。色もなんか Mac に合わせて白いんですけど、 でやっぱりこれあの、すごくいいのはあの、このホイールがちゃんとクリック感が、カラカラっとクリック感があるし、でまあ、あのまあ、言ったら普通のものういうことですね。で、ボタンもいっぱいついてて、あのー、カスタマイズできるし、でまあ、閉じるとかね、この真ん中のボタンにつけたりいろんなこのキーそれぞれに、ボタンそれぞれに、 機能をつけれるっていうのが、まあいいとこですね。で、まあ何よりこのホイールのクリック感とかがあるっていうのがいいところです。で、これ、あの、Mac 用なんで、えー、ここの、裏にはユニファイングのマークが書いてあるんですけど、あの、Mac 用なんでこれ、ユニファイング用のこのドングルついてこないですね。こういう、こういうやつがついてこないんですね。 ついてこなくて、Bluetooth でつなぎなさいというようなことです。で、あのー、これね、在宅の時に、このボタンで、まあ、3箇所まで接続先切り替えれるんで、えー、自分のマ a ク使う時は1番、で、Windows、会社の Windows マシンにつなぐ時は2番みたいな感じで、えー、使い分けてます。まあ、これ結構便利ですよね。 っていうところで、あ、結構このロジクールええやんっていうような感じで、で、あのー、このキーボードもちょっとロジクールに変えたろうかユニファイリングにちょっといったろうかっていうようなことがあって、まあそのロジクールのキーボードとマウスの方にこう傾いていくんですけど、でまあキーボードの方はまた別途ご説明したいと思います。 また次の機会にご説明したいと思います。まああのこの Mac 用のねこれは本当にいいかなと思いますね。ご視聴ありがとうございました。